マキシム・パブロビチコフトゥンは、ロシアエカテリンブルク出身の元フィギュアスケート選手。2014年、2015年、2016年、2018年、ロシア選手権優勝。2012年ジュニアグランプリファイナル優勝。2015年欧州選手権2位。幼少時に幼稚園からほど近かったスケートリンクで、フィギュアスケートを始める。 10歳の時に習っていたアイスホッケーとフィギュアスケートからスケートを選択した。2010から2011シーズン、ロシア選手権で11位。ユーロユースオリンピックで2位。2011から2012シーズンより ISU ジュニアグランプリに参戦し、初戦の JGP ブラショフ杯月で優勝。 二戦目の JGP タリン杯では2位に入り、ジュニアグランプリファイナルに進出。ファイナルでは4位となる。2012から2013シーズン、ロシアフィギュアスケート連盟のオリンピックのプレシーズンのコーチの変更をしてはいけない。という規定に抵触し、一度は断られたものの、タチアナ・タラソワとエレーナ・ブヤノワにコーチを変更。JGP クロワチア杯では FS で、 ジュニア歴代最高の149.72を出して優勝。ジュニアグランプリファイナルでは SP、FS ともにパーソナルベストを出して優勝。ロシア選手権では5位だったが、欧州選手権の代表に選ばれ5位。世界選手権は17位。2013から2014シーズン、シニアのグランプリシリーズに参戦。中国杯では2位。 ロステレコムハイでは SP で2度の4回転ジャンプに成功し首位に立つも FS で崩れ2戦連続で2位。初出場となったグランプリファイナルでは5位。ロシア選手権では初優勝を果たした。欧州選手権ではロシアの3選手の打ち再開で5位となり、エフゲニー・プルシェンコがソチオリンピックの代表に選ばれた。世界選手権には2年連続で出場し4位。 二年ぶりに、ロシアの男子シングルの出場枠を2に戻した。2014から2015シーズン、前シーズンに引き続き、グランプリシリーズに参戦。初戦の中国杯で、GP シリーズ初優勝、続くエリック・ボンパール杯では、SP6 位から FS で追い上げ優勝、2連勝で2年連続のグランプリファイナル進出を、決めた。 ロシア選手権では2年連続の優勝、続く欧州選手権では2位となり ISU チャンピオンシップスで初めてメダルを獲得した。世界選手権では SP の遅れが響き総合7位に沈んだ。2015から2016シーズン FS の前に開催中止となったエリック・ボンパール杯では銀メダルを獲得。NHK 杯では10位となり、 グランプリシリーズで初めてメダルを逃した。地元エカテリンブルクで開催のロシア選手権で3連覇を果たした。欧州選手権では銅メダルを獲得した。世界選手権は18位に終わった。シーズン終了後、メインコーチをインナゴンチャレンコに変更した。2017から2018シーズンは怪我によりロシア国内選手権や グランプリシリーズなどほぼすべての試合を欠場。2018年1月に、コーチのゴンチャレンコが、クスカを辞めたことにより、彼女と同行することを公表していたが、2018年4月5日に、ゴンチャレンコから、コフトゥンは、クスカに戻り前のコーチのブイアノワの下で、トレーニングしていることが明かされた。2018から2019シーズン、タリントロフィーで優勝。 ロシア選手権では3年ぶり4度目の優勝を果たし、欧州選手権の代表に選出された。同大会では、SP5 位発進で、表彰台圏内につけるも、FS で7本すべてのジャンプを失敗し、過去最低の14位に終わった。世界選手権は健康上の問題により欠場が発表された。2019年4月23日、 競技からの引退を発表した。ニューコーチズレーズコーブトション、S ス,スケーティングツーネクストレベル、ハットファイゼー、ゼー。ゼーマキシムコフトゥンのインスタグラム2019年4月23日の投稿 https コロンスラッシュスラッシュツイッタードットコムスラッシュ ISU、フィギュア、ステータス。 110計5865兆3861億5785万4722パリ同時多発テロ事件によるフリー種目の中止で SP の12位が最終結果となった。ありがとうございます。